写真整理してますか？琴恵です。今日は F2F の台紙を使って写真整理したいと思います。 F2F って柄がもうすでに台紙に可愛くついているので、もう写真を貼るだけです。このページは3枚貼りたいんで、写真をこれ貼るだけでもいいんですけど、写真をマウントするととってもすっきり、メリハリのついたページになるので、今マットペーパーを写真の下に置こうと思います。台紙が、よいしょ、12インチトリマーは平らなところに置いて、台紙の上とかに切ったりすると歪んでしまうので、平らなところに置いてカットします。線の通りに切ると 4×6 のにカットできるように線が入ってます。全部切っちゃおうかな。あれ、ちょっと失敗。このぐらいは失敗のうちに入りません。写真にこうやって合わせて載せるんだけど、同じサイズ、マットペーパーと同じサイズにはがきサイズは仕上がってくるのでカットします。0.25 インチずつ切り落とします。よいしょ。そうするとこう縁取りができてかっこいいでしょ。この2枚は L サイズの写真なので、もうあらかじめ切ってあるものにします。青いね。私は全部一気に貼るのが好きなので、よいしょ、こんな風に。クリエイティブメモリーのテープランナーって大体2日ぐらいで定着するので、今こうやって貼ってで外れたなって思ったらすぐ剥がれます。作業しやすいよね。でまた全部貼りたい。じゃん、雲が出てた。マウントを写真に縁取りを入れることをマウントって言うんですけど、マウントしてあると写真同士が重なり合った時にもこうやって線ではっきりとさせることができるので、写真の置き方とかも楽にできるようになると思います。マウントしてないとどうしても重なった時にごちゃごちゃしちゃうので、はい、
でこれで貼る工程が終わって、貼るの次は書くので書きます。黒スクエアです。